前回の伊勢神宮式年遷宮に合わせて2013年から運行が始まった観光列車つどいは、足湯列車やサイクルトレインなどのイベント列車として運行されてきました。今回リニューアルされたつどいはイエローグリーンをメインカラーに、自然や温泉、自転車などのデザインが散りばめられたポップな外観で、車内のカーペットやテーブルカラーも明るい雰囲気に変更されました。またロゴマークもアクティブな気持ちを遊び心のある絵柄で表現したデザインに一新されました。今日はリニューアルを記念したお披露目の撮影会が伊賀市の青山町車庫で開かれ、鉄道ファンら合わせておよそ90人が参加しました。冷たい雨が降る中、参加者たちは車両の正面や側面など思い思いの角度や方向から盛んにシャッターを切っていました。この子が今4歳なんですけど、もう近鉄がすごく好きで、普段つどいはもうこういう車庫とかも入れないし見れないので、まあぜひと思って二十歳だった。今度乗ってどこ行きますか？ダバツアーにですね、いろいろと皆さん参加していただければな、そして車内で皆さんで賑やかにワイワイしていただければなというふうに思います。リニューアルされた観光列車つどいは、今後観光地に向かうさまざまなイベント列車として運行されます。